みなさん、こんにちは。滝沢勝成でございます。どうも、みなさん、こんにちは。滝沢の勝成でございます。どうも、みなさん、こんにちは。突然ではございますが、2018年4月7日土曜日、もうすぐそこの次の土曜日でございます。もう明後日の土曜日でございます。その土曜日に、八王子リップスというライブハウスで滝沢勝成がワンマンライブをすることになりましたというお知らせでございます。わー、また突然の告知。八王子にアクセスできる方、もしご覧になっておりましたら、ぜひ遊びに来てくださいませ。6時オープン、6時半スタートという形で、まあ大体90分から120分ぐらい、ギターをバババッと弾いて皆様に演奏をお届けしようかなと思っておりますので、ぜひとも遊びに来ていただきますと幸いでございます。普段僕はその歌イストとかソロとかでそのワーッと演奏するライブをすることがあるんですけれども、まあね、ほぼほぼもう最近アコーギなんですよ。ほぼほぼ 100% アコーギを演奏することがほぼほぼなんですけど、今回のこのライブに関しては珍しく、超絶珍しく、マジで珍しくエレキギターをバリバリと弾いてみようかなと思っております。普通にこうね、ソロギターとかじゃなくて、もうオケを流してズバーッとこう早く弾いたり、ドリューンみたいな感じだったりとかそんなことをしようかなと思っておりますので、楽しみにしていただければと。いつもそうなんだろうな、その動画を今ご覧いただいている方の中で、その僕のライブ来たことがある方結構まあいらっしゃると思うんですけれども、まあね、たくさん来たことがあったとしても、僕がね、このね、ライブでエレキギターをバリバリ弾いているところって全然見たことないと思うんですよ。全然見たことないと思うんです。全く見たことがないか、それとも1回あるか。2回ある人はね、結構珍しいです。2回ある人はね、結構珍しい。なんでかというとね、そのぐらいもエレキギターでライブやらないんです。そのぐらいエレキギターはまず弾かないんです。でも今回に関してはね、オケをがっつり流してバリバリっとね、ガチガチと、エレキを弾いてみようかなと思いますので、ぜひとも楽しみにしていただければという感じです。もちろんアコギも弾きますよ。アコギも弾きますけども、エレキもバリバリと弾きます。で、90分ないしは120分ぐらいし終わって、演奏し終わって、まあ、終演後、いつも通りね、その皆様と一緒にお酒を飲んだりとかね、喋ったりとか、なんか写真撮ったり、サイン書いたりとか、そういったことも全然やろうかなと思っておりますので、ぜひともお気軽にフラッと遊びに来ていただけますと幸いです。なんかこう、ギターを持ってきていただいてね、なんかそのギターの質問してくださっても構いませんし、なんかこう、ギターにサイン入れとかしても構いませんし、なんか全然、本当にもうフラッと遊びに来ていただけると嬉しいです。一人でも全然 OK です。友達、家族、もしくはなんかね、学校の先輩とか誘って遊びに来ていただくも全然 OK です。本当にもうフラッと、ぜひ遊びに来てくださいませ。でもこうね、一人で行くことになったけど、なんかちょっとこうね、一人で行けるか不安、一人でうまく楽しめるか不安だなという方、もしいらっしゃいましたら、Twitter を、ぜひ活用してください。Twitter。基本的にその僕のイベントは最近、この Java 会という、ハッシュタグをね、公式タグとさせていただいているんですけれども、Twitter で Java 会というタグをつけて、今度の八王子リップス、竹田さんのライブ行くけど、誰か一緒に行く人いますかとかね、誰か参加する方いらっしゃいますかなんていう感じでつぶやけば、まあ、誰かしらが絡んでくれるので、そういったものを、ね、活用してみるのもすごく面白いかなと思います。ハッシュタグで Java 会です。よかったらつぶやいてみてくださいませ。別につぶやかなくてもいいですけども、つぶやいてみるとまた面白いかもしれませんということです。チケットの方はね、一般の方が2500円、そして学生の方は2000円、ワンドリンク付きという形でやらせていただくので、ぜひとも遊びに来ていただきますと幸いです。本当にエレキギターをバリバリ弾く機会は、これを逃すともうね、いつになるかわからないぜっていうぐらいなので、極めて珍しいので、本当に楽しみに、していただければなって感じですね。で、ちょっくらね、本当はこのね、夕方ぐらいからね、なんかクリニック的なことをやって、夜はなんかライブみたいな感じで二部制にしようと思ってたんですけれども、なんかね、たまたまね、本当に昼にもね、また別のライブが入ってしまったのでね、ちょっとまあ一部制になってしまいましたということです。なんかあれですよね。今ちょっと動画をご覧いただいてて、なんかちょっと思うこととしては、突然だなってことをすごく思いましたよね。突然だなっつって、あさってワンマンライブかよみたいな感じで、驚いた方がすごい多いかと思うんですけども、どうでしょうか。驚きましたよね。突然の告知。しかもワンマン。これなんでかっていうと、先週決まったんですよ、先週。先週決まったんです。もう4月入って、入ってないか。4月入ってないか。3月の末、まあ、先週、こう、家でポチポチと作業をしてたら、まあ、このね、八王子リップスのね、ブッキングマネージャーのやつから電話かかってきて、まあ、これこういうことでライブやんないって言われて、あ、いいよ、つって、こうね、ライブが決まったと。で、その日、あ、いいよ、つって、こう、電話を切った後に、2分後ぐらいに、またこう、別件で電話かかってきて、ちょっと昼、ちょっとライブ手伝ってほしいんだけど、来てくんないみたいな感じで、なんかね、この4月7日の土曜日、僕はもう基本的に暇な日だったんですけど、その先週のその日で、昼も夜も埋まるという、このなんか謎の連鎖が生まれたわけですね。昼は渋谷の、渋谷クロス FM かな？渋谷のなんかこうね、観覧できる、なんかこのラジオ
局があるんですけれども、FM ラジオ局があるんですけれども、渋谷クロス FM だったと思います。そこで、昼の12時じゃないや、13時だ。昼過ぎの13時、1時から、YouTuber の朝芸人さんと、インスタライブをやることになったんですよ。まあ、よかったらね、そちらの方も楽しみにしていただければって感じなんですけれども、渋谷から歩いても10分ないぐらいの、ラジオです。そこはもう観覧無料でね、普通にこうね、朝芸人さんと僕がこうやって演奏しているのをインスタで流しているので、まあ、インスタ見ていただいてもいいんですけれども、なんか普通にこうオフラインで見ていただいても大丈夫ですし、まあ、そんなのがあったりとかします。で、その後僕はちょっとおいとましまして、八王子の方に向かってこのライブをするという感じなんですけれども、まあ、渋谷の方も、八王子の方も両方来てくれればもちろんベストですけれども、どっちか片方でも構いません。まあ、僕としてはね、そのエリギターバリバリ弾く機会なかなかないからね、こっちの方来ていただければ嬉しいなって感じなんですけれども、まあ、そんな感じで昼は朝芸人さんとインスタライブをして、夜は僕は一人でワンマンライブをするみたいな感じの流れになっております。謎の一日。謎の一日でございます。生きてるって面白いですね。なんか、いろんなことがありますね。何もすることがなかった4月7日土曜日。まあ、僕は普通にまたお店に行ってね、なんかもうカレーでも仕込もうかなとかと思ってたんですけれども、突然、ライブが2本立て続けに決まり、なんか、カレー作る暇なんかねえじゃねえかっていうね、そんな感じの一日になりましたよ。生きてるって楽しいなと。いう感じでございます。まあ、ちょっと話が、脱線しましたけれども、そんな感じです。4月7日土曜日、滝沢ワンマンライブ、八王子リップス、6時オープン、6時半スタートという形でございます。チケットは一般の方が2500円、学生様は2000円、いずれもワンドリンク込みという形でやっておりますので、八王子にアクセスできる方はぜひ遊びに来てくださいませ。質問等もしございましたら、Twitter もしくはこの動画のコメントのところに、ね、バーッと書いていただけると、ワーッと返しますので、もし気になることがあったら、なんかリプライなりコメントなりしてみてくださいませ。そして友達がいなくて寂しいよという方は、ジャワ会というハッシュタグをつけて、ぜひ、つぶやいてみてくださいませ。普通にその、ジャワ、滝沢コミュニティのその常連の方々が何かしら絡んでくると思いますので、そういった絡みも楽しんでいただければという感じです。それではまた違う動画でお会いしましょう。またよろしくお願いします。じゃあね、バハハイ。